さあ今日はちょっとお子さん大好きなねなんかプライベートでよくあの買われるという聞いたので、あ、まあまあまあ買い物行くついでとかによく立ち寄ることはあるんだけど、なんかこうお店の中がすごいいろんなものがあるから楽しいよねっていうイメージなんだよね。はい、今回はじゃじゃーん、プラザー。なんか雰囲気やっぱ違うよね、ポップに寄っているイメージだから、ちょっと雰囲気がやっぱ大人なのかなっていう、街的に。早速行こう、行ってみよう、どんな感じか。貸し切りにちょっと行けなかったんですよ。いや当たり前だよ。じゃあまずこのプラザで人気アイテムを教えてもらって見てみよう。すいません、ちょっと人気商品をちょっと3つ教えてほしいんですけど、いいですか？もちろんここら辺のやつじゃん、朝マスクっていうか、この辺もだいたいすごい出てるイメージ。ルルルンとか、こちらでございます。え、タシコタッシーのやつですね。イエローが、え、なんでイエロー？ラインナップの中でもイエローが特に。そうですね、イエローが特に。そんなに売れてるんだ。待って、これを見てみようか。肌の色ムラを整えたい方、赤みを抑えたいとか、はい、で肌をトーンアップしたい方、パーティー血色感プラスしたい方におすすめと。私の肌は、でも目の下のクマとかくすみが気になる人もこれがいいみたいよ。おすすめなんだったら一回これを買ってみて、で後で良さそうだったら他をあれすればいいんじゃない？てかここすごいゾーンだね。マリリンさん、サシコ、ウノちゃん全部持ってるよ、プレゼントしてくれたの。なので全部持ってるに気になりますね。どうなのかな、かわいい。乱れにアプローチ、初めて見たから買ってしまおう。そしてこの毒ダミマスクも気になるから買ってしまおうつって。こっちになるんですけど、入り口付近だった。こちらのエクセルのアイブロウペンシルが第2位となります。何がどう他のアイブロウペンシルと違うんだ。こちらがまずここについてて、はい、で反対側にこうブラシ、ぼかすブラシがついてきて、はいはいはい、でこう真ん中にはこのパウダーのがついているので、何一本で、本当だ、3役するアイテムになっていて、そしたらこの中から私はピンクブラウンをチョイスして買っておこう。ありがとうございます。で、これが2位ですね。いいですね。パウダリー UV スティック。UV スティックで、クリーム状の UV クリームが多いと思うんですけど、はい、これスティック状なので、結構塗りやすくて。塗りやすい、確かに。塗り直しとかも簡単にできるので。うん、かわいいですね、うん、持ちやすい。徳尾さん本気で乱したら3時間いいかなと思うんで、まあゆっくりやったらね、こんなもんなっちゃうね。え、てかスポンジボブはいろんなコラボをしてるんですね。今ちょうどスポンジボブのプロモーションをしておりまして、私もだからずっと使ってるよこれ、ね、新大久保もこれ使われましたし、たくさん入ってるんでコスパ的にも使いやすいですよね。で、これがこちら第1位の、おお、1位だって。で、1位はここじゃないんですね。売れすぎてしまって、あ、ちょっと隠してる、隠してる位置かもしれない。なるほど、で、それが1位っていうことですね。まあ、それはもう納得ですから。私知ってましたよみたいな感じで。いや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 、です。1位でいてくれてありがとうねっていうね。これから自由にも、まあ、好きなものを見つけたら。好きなものを決めましょう。はーい。なんだろうね。イエローやブルーの子もみずみずしいメイクをサポート。
おー、めっちゃ光るじゃん。みずみずしいメイクをサポート、サポートしてくれるなんて、もう私の手がとってもキラキラです。すごい。ここはあんま使ったことない雪なので買ってみよう。はい、りかりさんの BB がすごいいいって言ってたじゃんね。ゲッツゲッツ。ちょっともう早速ね、早速めっちゃいいって言ってたの使いたくなっちゃうんですね。うわー、ここはめっちゃ迷うね。これを下地に塗っとくとほんのり色がついて、パウダーでのせてる感がなくなるからよりナチュラルに見える。ピンクかな。もうあと3分ほどでね、あっという間ですからね。ヌテラ&ゴーね、昔こういうのめっちゃ食べなかった。めっちゃ食べました。なんかさ、スーパーに売ってるやつでもうちょっと長いやつで丸でさ、食べます。ね、懐かしいから1個買っちゃえ。こういうお菓子とかもね、いっぱいあるからね。そしてさっき入ってきた時に気になってたやつ、メントスのラムネ。これちょっとね、美味しそうです。そうですね。私これサクマドロップめっちゃ好きだったんだけど、めっちゃこれ食べてた。その頃にはまだスポンジボブはいなかった。なるほど。ここ、あ、これはバーバーなんだ。めっちゃ隣にいるじゃん、ここ。だから今。あとこれ、ハリボのさくらんぼのグミめっちゃ食べてた。王道じゃなくてこっちだ。モーニングの時とかめっちゃ食べてた。グミでお腹いっぱいだった。美味しいよ。じゃあゲット。めっちゃ食べてたからね。お願いします。すごいいっぱいいっぱいっていうか、人気商品も買えたし、あとは気になる商品もゲットできたので、まあ、次回ね、レビューとかでどんな感じだったかなっていうのをお伝えできればなと思います。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。日焼け止めスプレー。でもこっちも、え？パチパチ UV ジェルだって。おお。抑えるんだって。あーあー。ジュージュー言ってます。口の中で言うとパチパチ雨みたいな感じが。やります？いや、ちょっと。